笑っていいとも in 花巻。さて、笑っていいとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で、花巻のお友達の輪どんどん広げていきたいと思います。さて、今日のゲストなんですが、銀河フーズ株式会社代表取締役社長の下川努さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。はい、岩手県空港ターミナルビル株式会社代表取締役社長の中田光雄さんからご紹介いただきました。紫のネクタイが素敵ですね。あ、そうですか。はい、すごくもうそこに目がパッと行きましたけれども。顔は見ないでください。いやこれからいろいろね伺いたいと思いますが、まあ銀河フーズさんと言いましたら、もう皆さんね本当におなじみの会社、ハムとかソーセージとかね、いろいろな美味しい食肉加工品がありますが、私桃ハムが大好きなんです。 ありがとうございます。女性多いですよね、ファンが。あっさりしててすごくね、美味しいんです。油がないとかつって、はい、みたい。舌触りとかもすごくね美味しいなと思ってね。桃ハムも美味しいですよ。いいですね、よろしくお願いします。はい、お腹が鳴りそうです。はい、さて、そんな銀河フーズの社長はどんな方なんでしょうか。下川社長にね、いろいろお話を伺っていきたいと思います。では初めの質問です。今週のメッセージテーマ、デビューなんですが、実は社長はご出身が札幌で、東京勤務が30年、平成7年6月銀河フーズ立ち上げの時にね、花巻に社長としてお越しになったということなんですが、はい、花巻に初めて来られた時、何か印象に残っているデビューの思い出ありますか。40年か41年だったと思うんですが、昭和の、はい、東京から出張してきましてね、はい、駅に着いて朝早かったかなっていう感じもしますが、はい、そこで電車があったんですよ、はい、その狭い電車、はい、ギュギュだったかな。それで花巻温泉までこう行きましてね、はい、そこでお風呂に入って、はい、その後そこでゆっくりかと思ったら、まあ、会社の方へ逆戻りで、まあ、仕事っていうような感じで、デビューって言えば一番最初そんな感じでしたね。温泉入ったらそのままもうね、普通はね、ゆっくりくつろぎたいところですね、うん、残念ながらそっから仕事でした。電車に乗って、チンチン電車ですよね。今あそこの公園じゃないか、展示してありますよね。あんなような記憶でしたよ。 ありますね、あの消防署の所に、はいはい、列車が展示してありますね、うん、とにかく細いっていうか狭いっていうか、はい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 、あれでしたね。昔花巻温泉の方にその列車がね、電車が行ってたんですよね、走っていたんですもんね、うん、あ、なるほど、はい、ということで、デビューの思い出教えていただきました。では次の質問です。さあ、元大学では放送研究会に在籍していらしたということなんですけれども。あの人じゃないですよ。そうなんですか。機械をいじる方をもっぱら、そうなんですか。声が悪くてね、ダメだったんですよ。いやいや、このスタジオの機械をご覧になった時の反応が全然違いますもんね。なんか、あ、こういう機械使ってるんだねとかね。はい、マイクスタンドとかいろいろ反応されてらして。いや懐かしく、またはい。さて、今のご趣味教えてください。まず一つ目、はい、最近はあんまり年が年なんで、室内の部分が多いですね。室内、うん、はい、中で、まあ、カラオケでしょうかね。結構歌われますか。歌われる、はい、カラオケはですね、大体一杯入れて夜っていうのが多いでしょう、はあ、私の場合はね、はい、日中行くんですよ、昼カラオケ、はい、はい、で大体12時ぐらいから5時ぐらいまで女房それで 歌いに行きますね、2人で、うん、3曲や4曲歌うなら歌わない方がいいと。あ、そんな中途半端なのはダメ、イメージでしたね。まあ、長距離健康にいいんですよ。フルマラソンみたいなカラオケですね。昼カラオケというのは、ええ、水曜休みなんですよ。あ、なるほど。そんなもんだから、はいはい、お昼ご飯を食べて、はい、それから、はい、カラオケの、はい、ルームみたいなとこあったね。ありますね、うん、はいはいはい、そこへ行って、はい、短くて3時間、はい、普通5時ぐらいまでですかね。マイクずっと握って、握ってますね。で、たまにじゃあ奥様にも貸してあげて。そうですね、はい、3曲に1回ぐらいは歌わせるから。そんなイメージで。マイクでも独占できていいですね、昼カラオケ。いい、うん、健康に良さそうな感じが。
はい、そして2つ目の趣味はテレビ鑑賞、うん、はい、テレビ鑑賞って言えばいいんですけど、まあ、2時間ドラマの、はい、メロドラマの方じゃなくて、はい、まあ、サスペンス系、うん、刑事が出てくるような、刑事が出てくるの何ともいいですね、あれ、推理ものが、推理、人情があるし、人情最後ね、うん、で解決していって、泣く時もあるんですよ、あれ見てね、あ、何考えてる、何見てるのって日本に言われますけど、いや本当にね、スカッとストレス発散する技をいろいろとお持ちなんだなっていう感じがしますけれどそして3つ目がゴルフ。ああ、ゴルフね、はい、本当は好きなんですけどね、はい、まあ、40年ぐらいはやってんでしょうね、はい、まあ下手で下手で、いやいやいや、どうしようもないんですけどね、いやいやいや、もう、はい、政治家と一緒でグリアンがあったら OK というふうにやってもらいたいんで、あ、でもパターで気使うのはとっても精神的に悪いのね、4パターなんて3パターなんて大体常識、はあ、本当に下手くそなんですけど、いやいや、でも好きですね、はあ、でもこれからの季節、はあ、あ、これから楽しみですね、楽しみな季節です ね、 ですね、はあ、いる屋内から屋外ね、そうそうそう、はあ、緑の中のスポーツまでね、はい、いろいろご紹介いただきました。そうですね、はあ、では次の質問です。さて、おすすめの花巻のお店なんですが、ここが空欄になってましたねああ、はい、やっぱり差し障りあるんで、うん、ありますね、そんな気がしますね、はい、湯の部はまあほとんどお店は入れてもらってますんで、はい、これまで言えないし、全部ですね、言ってみれば花巻のお店、はい、はい、至る所で、はいはい、夜の世界も非常に優しくしてもらってますんで、はい、そこの時はあんまりカラオケやんないんですよ、ね、あ、そうなんですか、はい、じゃあもう扱ってくださっているキンガフーズさんの商品を、はい、そうですね、全てのお店っていう感じにしておきますか、はいはい、では次の質問です、はい、さて、好きな花巻の風景を教えてください、うん、会社の後ろが豊沢川が流れてるんです、はいはい、あのレジャマル の、 あのボーリング場の斜め向かいなんですよ ね、 そうですね、会社がね、はい、その、うん、裏側がちょっと土手になってて、はい、そこからずっとつながってるんですよ、はい、つながってイギリス海岸まで、はい、うん、じゃあそこをこう歩く、はいはい、まあ、これからその桜がね、また綺麗で、はいはいはい、な感じで、私生まれが札幌なんですけども、札幌の同じようなところに生まれ育ったもんだから、はい、豊平が入ってるんですけどね、そっちはね、はい、豊沢ね、ちょっと似てますね、でもねそんな懐かしさもあるのかなっていう感じもしないではないですけども、でも結構距離ありません、会社の裏からイギリス海岸って、ああ、50分ぐらいかかりますかね、お、片道、うん、そうです、はあ、じゃあいい季節に歩くと、あの、いい、ね、運動にもなってすごくいいですよね、いいですね、うん、一時熊が出た時ありましてねありましたね、うん、はい、あれの時はもうちょっとね、はい、うん、半年ぐらい歩かなかったですけども、はい、うん、はい、これからまた歩けるなと思ってます、はあ、そうですね、はいはい、豊沢川からね、会社の裏から、銀河フーズさんの裏から、イギリス海岸までの桜包みをご紹介いただきました。これからおすすめの季節です ね、 ね、そしてもう一つが公益公園ね、はあ、うん、ちょっとこう歩いていくには遠いんですが、はい、孫がこっちへ来て20年ぐらい前から、はい、その時から連れて行って、はい、あ、ここはいいなっていう感じと、うん、自分はまあ散歩するのにも歩くのにもいいなっていう感じで、はいはい、ちょっと違うかなと思った、ね、花巻の長門市は、あ、のんびりしてあの広いですし、散策もできるし、そうなんですよ、ね、いろんな木々もあるし、そうそうそう、楽しめる場所ですよね。孫たちたらちょっとゴルフ行ったりね、あ、できるし、ね、ゴルフ場ありますし ね、 9ホールぐらい回ってくるの、はいはいはいいろんな意味で便利な場所です ね、 ですね、素敵な場所ですね、はい、はい、ということで2つ目、広域公園ご紹介いただきました。では次の質問です。改めてね、会社についても伺いたいと思いますが、はい、あのドイツの賞を商品が取られてますよね、はい、いろいろと、そうですね、2012年に DLG って言いますかね、はい、世界規模の国際品質協議会っていうのがあって、これドイツ農業協会が主催している、そうですね、はい、そこでまあ出品をしまして、はい、一番最初に金賞5品と銀賞2品、はいはい、それから銅賞1品ありましたね、ずいぶんいっぱい、オリンピックのようにいろんな賞を取りましたね、はあ、これもじゃあハムとかソーセージとか、そうですね、そういう大体ハムソーセージが多いですね、はい、でもこれはやっぱり関わってる方皆さんすごくやりがい感じますよね。そうなんですよ、ね、売れる売れない別として、やっぱり技術の蓄積をしておかないと、はい、うん、
ぱり高品質も作れるよというのを、ね、ちょっと、はい、みんなに勉強と同時に知ってもらいたいなということで今、はいはい、毎年やってるんですけどね、はい、でもあの会社案内拝見すると品質の管理もすごく注意してチェックしてやってらっしゃるみたいですよね。あ、そうですね、はい、まあ、安心安全というのは当たり前の話で、はい、まあ、品質って言っても、まあ、高品質って言いますかね、はい、それ今、まあ、考えてやってますわ、はい、というわけで私たちの、ね、食卓に美味しいソーセージとかハムがね並ぶというわけですね。あのこの会社を経営する上で意識していることちょっと教えていただきたいんですが、うん、はい、意識していることですか、はい、意識していることね、まあ、変化に対応しなければということでですね、はい、最も強いものが生き残るわけではないよと、はい、そしてまた最も、うん、賢いものが生き残るわけでもないと、はい、唯一生き残れるのは変化に対応するというものだけが生き残れるんではないかということをみんなに言ってます。したがってまあ今はドッグイヤーの経営ということで、はいはい、犬の1年は人間の7年ということで、したがってまあスピードっていうことが非常に重要視されるよねということでですね、はいはい、これをまあメインに置いてます、はい、それをやることによって能力として必要なのは、はい、まあ、問題の発見能力って言いますが、うん、感性って言ったらいいかな、はい、ひらめき、はい、うん、それからあとはそれをその解決する能力、はい、あと一番大事なのは実行する力、これが大体ないんですよね、企画倒れになっちゃうといけないんで、まあ実行すると、まあそんなことを一つ言ってます。確かにいくらいい計画を立てても実行できなかったらね、うん、絵に描いた餅で終わっちゃいますもんね。だから私はね、目標って言われて行動目標って言うんですよ。どうやって行動するんですか、それをあげなさいってこういう言い方をするんですよね。私すごくね、あのこの言葉染みて、とても今染みてます反省しながら聞いてましたとてもあでも、うん、最も強いものが生き残るわけでもなく、賢いものが生き残るわけでもなくて、うん、変化に対応するものが生き残れる、うん、であとですね、あの完璧を求めないっていう風に意識されてらっしゃるんですか。そうですね、はい、どっちかというと日本人特にその 100% を最初から狙うんですよね、はいはい、まあ、必要十分以上のものを作り出すっていうかね、はい、なんかそこに、まあ、製造会社の場合は特にそうなんですけども、はい、果たしてそうかなと、やっぱりスピードの時代なんだから、はい、完璧じゃなくてもいいから、はい、80%、80点取れるんであれば、はい、まあ、それで進もうよと、はい、こんなことをみんなに言ってるんですよ、ね、そしてスピード遅くなっちゃうんですよ。100% 追い求めてるうちにどんどん時間かかっちゃいますよね、うん、かかすぐに行かないでしょうか、そうなんですよ。80だったら、まあ、ここまででいいかっていうぐらいであれば、そうそう、かなりの品質のところまで9大点動きながらどんどん進む感じ、そういうことなんですよ、なんですね、走りながら動けっていうのかな、行動せって言ってんですよね。では次の質問です。座右の銘教えてください。座右の銘ですか、はい、江戸末期の儒学者で、はい、佐藤一切という人がいるんですけどもね、はい、その人が言った言葉で、はい、一等下げて暗夜を行く、はい、暗夜を憂うなかれ、はい、ただ一等を頼め、はい、まあ、これはですね、まあ、先が見えなくても、はい、手元にかすかな光があるならば、うん、はい、それを信じて前へ進めと、はい、こういうことだと思うんでね、はいはい、まあ、これを一つ心に刻んで、はい、今やってますね。一灯って一つの明かりを下げて、ええ、暗闇を行くと、そうですね、先ほど暗いから手元さえ、はい、あれば、はい、いけるだろう、はい、まあ、非常にアバウトですけど、ね、いえいえでもこれこの銀河フーズさん立ち上げた時にこの心境だったということで、そうですね、はい、私にしてみれば第三の人生でしょうかね、はい、あの平成14年の3月ぐらいからだったんですけどね、はい、その会社を立ち上げるということで、はい、前の会社が結局なくなりましてね、はい、その親会社の不幸って言いますかね、はい、まずいことがありまして、はい、その子会社がダメになったと、はい、いうようなことで、非常に問題だったのは、はい、その時に従業員が約190名、はい、花巻におりました、はい、その社員がまあ路頭に迷うということがあるんで、はい、なんとか会社が立ち上げたいということで、はいはい、まあ、その時の商工会議所の会頭でありました、はい、宮沢さんにですね、はい、相談をかけて、はい、その時に
なんとかじゃあ協力しようと言っていただきました、はい、それからまた宮沢会頭の力で県の方とか市の方とか、はいはい、金融機関とか、はい、その人方に働きをかけてもらってですね、その日が増えていったんですね、はい、そしてまあ3ヶ月ぐらい経ったでしょうかね、はい、98% ぐらい不可能だったかなっていう感じで 2% の可能性だったような気がするんです、その中でまあ立ち上がったということで、まあそんなことでこの座右の銘っていうんですかね、これがまあ心に今刻みながら進めてると、非常にその花巻の皆さん方のおかげでここまで来たということで本当に感謝をしております。一人一人が明かりを持ち寄ってくれて大きな光になって銀河フーズさんがの今があるって、うん、全くその通りですね。皆さんへの、ね、気持ちも込めてねお話しして ね、いただきました。まあ、でも本当にあの今ねこの銀河フーズさんの食品をね楽しみにね食卓にね、はい、あの登らせてる方も大勢いらっしゃると思うので、これからも美味しい食べ物をね楽しみにねしっかりした品質で作り続けていきたいと思います。はい、楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。はい、それではあのこのあたりでそろそろ次のお友達のご紹介をお願いいたします。株式会社藤本さんの代表取締役社長であります藤本純一さんでございます。はい、藤本社長どんな方ですか？いつもお世話になってご指導いただいてんですよ。はい、はいはい、非常に気さくな方で、はいはいはい、あ、もしもし、はい、藤本です。こんにちは、よろしくお願いします。はい、あのですね、はい、お願いがあるんですよ。はい、4月の17日の木曜日、4月17日、はい、12時過ぎになると思うんですが、はい、FM 花巻の番組に出てほしいんですよ。はい、え、そうですか。出てくれるかな。はい、わかりました。いいとも。あ、もしもし、FM 花巻の美園と申します。はい、はい、お世話になります。はい、こちらこそどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ4月17日お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、はい、ご苦労さまです。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。さあ、藤本社長、次出てくださるということで、花巻のお友達の輪また一つつながりました。え、今日の笑っていても in 花巻、銀河フーズ株式会社代表取締役社長の下川努さんでした。笑っていいともいい花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りいたしました。